島県警察佐藤選手対神奈川県警察小山選手の試合は神奈川県警察小山選手の試合で準決勝進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第1試合場奈良県三国です。大阪府警察小中選手対新潟県警察池田選手の試合は大阪府警察小中選手の柏原準決勝進出が決まりました。柔道男子代表81キロ級大阪府警察糸井選手対皇宮警察大和選手の試合は皇宮警察大和選手の勝ちとなり準決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道男子代表70キロ超級大阪府警察田中選手対群馬県警察田中選手の試合は大阪府警察田中選手の勝ちとなり準決勝進出が決まりました。多分やんないと思います。移動しないはずです。何回かやります。進行から剣道の試合についてお願いいたします。剣道の準決勝戦、剣道の準決勝戦も15時開始といたします。剣道の準決勝戦15時からの開始といたします。以上。